ちょっと死ぬまで雑談しない本当なんか変なもの買いがちなんですよ。変なものってなんすか。なんか安全のバタフライナイフとか。あー買ったね。先が尖ってないバタフライナイフとか、あのマジシャンが使うあのビューンって伸びる棒とか買ったね。なんかベイブレードとか、なんか子供みたいな感じ。人が来るから見せたいんすよ。君が来た時も、あの、手に仕込む杖見せたし、バタフライナイフを見せたでしょ。あ、見せた。見せたいんすよ、なんか、人が来るから。いや、ただなんかね、絶妙だったのは、なんか、あの、はい、机の上に、錠前みたいなのが置いてあったんですよ。うん、それを触ったらめっちゃビリーって電流が走って、これを言えよって、これをそれっぽく言えよってだったんですけど。え？あれ？なんでピンときてないの？え？あるよ。え？この辺ない？まあ、暗いから全然見えない。俺そんな持ってない。え？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 あの電流は何？静電。怖っ！え？俺持ってないよそんなの。え？電流怖いから買わないっすもん。嘘だ。あの電流ビリビリ系のなんか錠前みたいな。あ、持ってないです。あ、死んだっぽいです。よし行きましょう。怖い話ですね。やめてくださいよ。え、何何マジで？え、何マジで？俺のじゃないよ。マジで俺じゃないですよ。え？呪怨の時の錠前ってガク君の持ち物だったんですか？詳しいねこの人は。え、何の話だっけ。あのガク君家でやったホラゲの際に、うん、なんかなんかテーブルの上に触るとビリビリする系のおもちゃがあったよねっていうのをガク君に言ったら、ないよそんなのみたいな。あー、あれね。そう、判明しました。ありました。ただ錠前ではなかったな。そう、なんかどこ行った。え、ないんですけど。あ、あったあったこれね。はい、触んなよ。いや、嫌ですよ。触んなよ。嫌ですよ。え？違う。ビリビリはした以外は何にも面白くないから。あ、ほんとに。じゃあいいんじゃない？触っちゃって。触ればいいじゃないですか。あ。何こいつ、やば。やば。説明すると、うん、なんか、どれぐらいなのかな、長方形のなんかスイッチみたいなのがあって。痛がるなら声出して痛がれ。フォローしてくれるかなと思って。そう。で、3つボタンがついてるやつなんですよね。はい、そう。まあ、カメラマークがついてるんですけど、うん、これをどうやら電撃を放つ何かしらだと剣持ちというか勘違いしたみたいで、うん、いや違う、電撃放つよ。ん？だってそんな軽いわけないじゃん機材が。実際は俺はずっと脚立についてくる Bluetooth の、スマホのシャッターを押すやつだって言ってるんだけど、そう、いや、ずっと信じてくれないのよ。絶対嘘じゃんそれ。そうって言うなよ。嫌だ、絶対嫌だな。嫌なんですか？え、絶対知ってるよ、そんなん。だって前回かなんか僕が触ってビリビリしたっていうの知ってるから言ってんだよ。本当に？じゃあオンにするよ、これ。触ってよ、じゃあ。押してくださいよ。ダッ！ほら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 。演技っすよ。いや、でも演技かもしんねえ。でも演技にしては声がでかすぎてうるさかった。演技だったらちょっと不快なくらいうるさかった。人つきってくなよ。いや、それはもう嫌だわ。触んないわ。あ、まあ、いつかじゃあちょっと判明させてあげたいと思います。これで本当に何のただの機械だったら意味わかんないけどね。僕がただの機械怖がってるやつ。早速開けていきましょうか。実はですね、これ写真撮ってすぐ投稿できるんですよね。はい。なのでリアルタイムに開けながらね、ちょっと皆さんにね、その状況をお伝えできればと思っております。よろしくお願いします。で、これ、遠隔スイッチがあって、これを押すと写真が撮れるんですね。で、この写真を撮ったやつを、はい、おそらく iPhone に保存されているので、これをパソコンに保存するだけでいいんですね。やばい、グキって言った。大丈夫か？え、グキって言わなかった今。大丈夫？ちょっと、骨折んなよ、キャル。うわ！キャルの足が取れた！ちょ、え？お名前どうぞ。はい、かなちゃん、おめでとうございます。やったー、かっこー。ヤックンの今年買ってよかったものと捨てたいけど捨てれないもの教えてもらってもいいですか？あ、いいですか。今年買っておいてよかったものは、スマホ用の三脚っすね。あー、置くやつだ。買った三脚が、リモコンがついてて、Bluetooth でスマホと接続すると、もう好きなタイミングで押せば取れちゃうんですよ。あ、ボタンで取るんだ。そう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 。うーん、剣もしとうやはそのボタンをなんか電流流れるのとなぜか勘違いして触るとずっとビクビクしてましたけど、違うって言っても信じてくんないちょっとバカな部分もありますもんね。絶対するでしょうっつってこれ騙されないぞ僕はっつっておかしいなと思って、僕はこんなに騙されないからなっつってで、一回信じさせた後に、なんか痺れた真似するともう触んなくなる。うわーっつって。そう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 。
やっぱりそうじゃん。容易に想像できるな。モツさんがそうやって言ってんの。生のこと買ってよかったなって思います。モツさん意外と少年の顔するからな。